こんにちは、どうも、リュウタキです。日頃この嵐について語るリュウタキチャンネル嵐語り部をご視聴いただきありがとうございます。今回はこのチャンネル、僕の未来を大きく左右するお話をさせていただきます。ぜひ最後まで聞いていただけるとありがたいです。この度ずっと抱えてきた嵐のような人になりたい、5人のように誰かの人生を変えて幸せにできるような人になりたいという夢を叶えるべく、声優オーディションに参加させていただくことになりました。このよくいいと言ってもらえる声を使って、今まで感動と愛を届け続けてくれた嵐のように、僕ももっと誰かのためになるような仕事パフォーマンスをしたいと心からずっと考えていたことを、この度かなり大きな挑戦としてさせていただきます。今まで20年以上大好きな嵐を目標に、活動休止中でも嵐ファンが寂しくならないようにこのチャンネルを続けてきたわけですが、そんなチャンネルも今年の9月末で2周年を迎えます。そのタイミングでもっと個人リュウタキとしても大きくステップして踏み出したい。正直このままでは一向に嵐に会って一緒に仕事するという夢も叶えられないなと思っていますし、自分も少しでも嵐に近づけるように、自分にもっともっと魅力をつけて一緒に仕事をする意味を相手側嵐にも感じ取ってもらえるように、この大きなチャンスを必ず掴みます。そのためには僕の力、努力はもちろんのこと、皆さんのご協力、応援が必要不可欠です。もし少しでも未来に期待して応援していただける方は、この後に説明する方法で応援していただけると嬉しいです。今回のオーディションに合格した際には、必ず皆さんともっと最高の景色を見せるとお約束します。まずは僕の思いを聞いていただきましてありがとうございます。はい、それではまずなるべく思いをまとめてお伝えした後は、オーディションの詳細についてお伝えさせていただきます。今回のオーディションは、あの大企業スクウェア・エニックスがプロデュースするキャラクターパフォーマンスプロジェクト、ヘブンズ・コード・ブレイカーズのキャストオーディションとなります。このオーディションはマイスタというアプリ内で行われ、一次審査から四次審査、そして最終審査を経て最大10名のキャストが選ばれます。このオーディションに合格すると、声優としてのオーディオドラマ出演、音楽ユニットのメンバーとして歌唱、CD リリース、ライブ公演など、たくさんの活動を体験することができます。正直、こんなにビッグなチャンスは本当に滅多にないと思います。よって僕も本気でこのオーディションに合格するために全力で取り組みますので、ぜひついてきてください。それでは実際に応援方法を解説します。まずはアプリ、マイスタをダウンロードしていただき、左下のホーム、右上の検索欄からリュウタキを検索してフォローしてください。そして本選は8月31日水曜日の18時からですが、すでにいくつか動画を投稿していますので、新しい順で並んだこちらの動画からまず最新の動画をクリックして表示すると、僕が投稿した動画が出てきます。この右下にある星マークのボタンを押していただくと、チアという応援を送ることができます。押すたびにチャリンチャリンと星が飛んでいきますので、そちらを楽しんでいただければと思います。ちなみに長押しすると一気に送ることも可能です。このチアは時間経過で回復し、誰でも無料で送ることができます。そしてチアを送った量によって自分のレベルが上がっていき、1回に送れる量も増えて、レベルアップするたびに全回復するので、できるだけオーディション開始前の今のうちにレベルアップをしていただけると嬉しいです。1チア1分で回復するので、お暇な時にでもぜひじゃんじゃん送ってください。またチアは無料ですが、その隣にあるプレゼントマークからは課金をしてコインで応援することも可能なため、チアでの応援をするのみの場合でも、1チア1コインの性質上、はじめに電話番号で本人確認をする必要があるので、そちらをよろしくお願いいたします。もちろんこの認証は本人確認以外で使われることはないとしっかり記載もされているので、ご安心ください。そしてそのチアとコインの総量をランキング形式で競い、上位入賞した人が審査を勝ち進んでいくことができるというわけです。以上が基本的なマイスタにおける応援方法ですが、ここで注意していただきたいのが応援の期間についてです。現在は先ほどもお話したように、本番前に少しでも認知度を上げるため、レベルアップをするために動画を投稿していますが、本番は下記のスケジュールとなります。オーディション名、ヘブンズコードブレイカーズ。一次審査は2022年8月31日水曜日18時から9月4日日曜日23時59分まで。二次審査は9月7日水曜日18時から9月11日日曜日23時59分まで。三次審査は9月14日水曜日
18時から9月18日日曜日23時59分まで。四次審査は9月21日水曜日18時から9月25日日曜日23時59分まで。ここまでがマイスタのアプリ上で行われる審査です。最後、2022年10月9日日曜日に配信最終審査があります。そして11月上旬にキャスト発表となる予定です。以上、一次審査から四次審査までそれぞれの期間で獲得した総チアコインが多い人が次の審査に進んでいくことができるので、日程を確認しながら応援していただけると嬉しいです。また過去の動画も同様に載せられたままでチア、ギフトも遅れてしまうため、必ず現在進行中の審査に対して応援を送ってください。確認方法としては動画の右上にこのように今映っている動画のイベントが記載されていて、イベント開催中という言葉、現在の順位も記載されているので、こちらを確認しながら応援をよろしくお願いします。と同時に送れる応援の数が人によっては限られているかと思いますので、順位を見ながらコインを温存しながらぜひとも応援してください。ちなみにコインは有料で購入する以外にもマイページオプションからフリーコインゲットを押して動画の広告を視聴したりサービスを利用、Twitter フォローや YouTube 動画を視聴することでもコインがゲットできますので、ぜひ毎日チェックしてフリーコインもゲットしてみてください。また本番の動画では今投稿している動画とは別で分かりやすくこのようにサムネに虹色の枠をつけて投稿しますので、一番上にある動画で虹色と認識してもらえると分かりやすいかと思います。そして僕の画面ではアピールというボタンがありますが、これは1日に1回そのポイントを集める動画とは別に投稿者が感謝やアピールをするために動画を載せることができる機能です。そのアピール動画にはチア、ギフトは送れませんが、宣伝、感謝を伝えるという意味では大きな意味がありますので、チェックしていただけると嬉しいです。ちなみにアピール動画にはこのように左上にメガホンのマークがついていますので、一度ご確認ください。またイベント用の動画にはチアやギフトだけでなくコメント機能もありますので、ぜひコメントでも応援していただけると嬉しいです。以上、自己紹介の一次審査から始まり、セリフ披露の二次審査、歌披露の三次審査、ダンス披露の四次審査、ラスト10月9日日曜日のパフォーマンス配信による最終審査と続いていくので、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。何度も応援応援と語るのは申し訳ないですが、本当に人生を変えたいので、嵐ファンの結集力、龍滝ファンの熱量をこの機会にぜひ発揮してください。その思いを存分に胸に夢に乗せて羽ばたいていきます。そして皆さんの人生を変えます。はい、以上が今回お伝えしたかった人生を変える大きなお話でした。なるべくわかりやすく解説したつもりですが、わからない部分がありましたら、応援方法などに関しては気軽にお問い合わせください。それでは長くなりましたが、現在の毎日投稿もできるだけ続けていき、ぶっ倒れそうになりながらも人生一番の大勝負だと思って全力でいきますので、ついてきてください。嵐レベルの最高の景色は遠いですが、少しでも同じような素晴らしい景色をお見せしますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは今後とも、龍滝並びに龍滝チャンネル嵐語り部をよろしくお願いします。では次の動画、マイスタでもお会いしましょう。バイタキ。